予期せぬアクシデントに球場も静まり返った現地時間10月26日ロジャースは本拠地でヤンキースとのワールドシリーズ第2戦を迎えた注目の大谷翔平は1番 DH で先発出場したが死球で出塁した7回の走塁時にアクシデントに見舞われた球場も勝っているとは思えない不穏な空気に包まれた チームが4対1とリードした一・四無類の局面で四球を選んで出塁した大谷はすかさず2刀を実行積極果敢に狙ったが判定はアウトそのままダグアウトに下がるかと思われたが背番号17は二塁上で左腕を抑えながら悶絶駆けつけたデーブ・ロバーツ監督らと話し込んでからトレーナーに支えられロッカールームに消えた一体何があったのか 米スポーツ専門局、フォックススポーツの中継には本人の肉声が入っていたのだが、大谷は状態を聞くトレーナーに対して、肩すす、ね、め、ととろ。さらに、え、外れた、と聞き返されると、険しい表情で、多分と続けた。スライディングで左手をついた際に肩を脱臼したと思われる大谷。今は大事に至らないことを願うばかりだが、現地からも不安の声が上がっている。 米専門サイト、ドジャースネーションの公式 X は、ひどい転がり方だ。昌平は激しい痛みに襲われ、深刻な状態に見えると指摘した。